everybody, you're tuned to CNN Headline, always informing you with the latest world news. ニューヨークの街中にある日突如として現れたのは黒装束の一団。列を乱さず行儀よく歩いていく彼らを見たニューヨーカーたち、さすがに驚きを隠しきれない様子。 Could it be that they are aliens? 彼らの名前は The Pedestrians、 つまり歩行者。これは若いアーティスト10名が結成したパフォーマンスグループで、道路標識などに見られる黒いシルエット状の人間がもし動き出したならという発想から生まれたもの。街中で The Pedestrian Project と銘打った、どことなく奇妙でユーモラスなパフォーマンスを展開しているんです。This strange performance is attracting many curious New Yorkers. でもこのパフォーマンス、演じる方は特定のプロテクターで体のシルエットを隠し、その上にシャツやタイツを着込まなくてはなりません。このいでたちを見れば、夏は活動できないというのもなるほど頷けますね。Put on the mask and the faceless, expressionless and impersonal pedestrian is ready to hit the streets. このプロジェクトの名を一躍有名にしたのがこの最高裁判所前のパフォーマンス、 The Corporate Ladder Climb と The Judge。 変化の最高裁前で彼らが繰り広げる不思議なパフォーマンスは、全てを法律で縛ろうという現代社会を風刺したもの。これを離れたところからトランシーバーを使って演出しているのがディレクターのヘレンさん。彼女の指示に従って進行するパフォーマンスを一目見ようと続々と人が集まってきます。 The proposer, Ms. Yvette Helen, began the project in 1990. 最高裁を後にしたペデスティアンたち、集まったヤジ馬を引き連れて今度は街に繰り出し、ホットドッグの屋台や公衆電話を珍しげに眺めるなど、人間の文化に興味津々といった様子です。最後は地下鉄にまで乗ってしまった宇宙人さながらの彼らのおかげで、ニューヨーカーたちにとってはまさに未知との遭遇の一日だったのではないでしょうか。 Now some cooking tips from the stylish city of Milano.